こんにちは、村田和です。昭和30年代に建てられた集合住宅の一室をリフォームしています。ここまで窓を交換して床と天井をリフォームしました。そして今回はこの土壁です。まあこれを狼にします。どうやって直そうかね。これは工事着手前に撮影したものです。まずは工事の準備から始まります。この子は年末の冷え込んだ朝に拾ってきた子猫です。目やみで目が開かない状態で道にポツンと置物のように佇んでいたので保護しました。今回のリフォームは化粧見切り枠の制作から始まりました。完成イメージから逆算して収まりを決めます。出入り口や開口部の寸法などを記録してあります。そして6種類の部材を作ることにしました。赤松の下地材です。できるだけ綺麗な部分を使い、手作りで枠材を加工していきます。安価で塗装のノリも良く加工もしやすいので、今回はこの赤松の胴縁を使いました。クロス仕上げにしたかったのですが、今回は施主様の希望もあり、昭和の時代によく使われたプリント合板仕上げにします。見切り材に化粧合板を差し込めるように溝をつく加工をします。化粧合板の厚みより少し大きめの溝をついていきます。よっちゃんはこの機械を使うのは2回目です。容量は丸の子と同じです。うまいじゃないの。板金屋さんが使う雨どい専用のハンマーでカンナの刃を調整しています。6種類の枠材ができました。既存の古い柱と調和するようにステインで着色します。木サッシからアルミサッシに交換しました。そして床下を直してフローリングを張り、天井を補強して化粧ボードを張りました。そして壁工事が始まり、ようやく最初に作った枠材が現場に登場です。先に見切り材を回していきます。こちらとかこういった部分とか、まあ、全部寸法が違うんですけど、これ今からつけていきたいと思います。それでは壁工事開始です。かなり年季が入って、サイズの。ちなみにこのドアもうオープンでいいみたいですよ。カーテンかなんかするって、壁ふかしたらドアつけれないかな。ラッキーと思いました。ドア戻さなくて済むから。そう。
かも使いにくいね。一番使うのがビスの大と小。コークスクリューじゃない、コースフレット。何入れる？65、75、90で50も入れる。120、まあそれはいいや。こうやって運べるのがいい。これいつかちぎれるじゃないかなって思っちゃう。 これがよくちぎれるか。何万回パタパタやったら1000パタパタで切れる、うん、じゃああんまパタパタしたいかも。まず直角にすべて捨て切りをします。捨て切りとは小口を切り捨てる作業です。木の端は破損していたり汚れていたり砂を噛んでいる可能性があるからです。手袋していいの？巻き込まれるとか、あ、そうやって言われることがあるから。化粧物触ってるのでつけてるだけ。今日に限って押し入れ忘れました。丸の子の方が早いかし。早すぎる。1737.5。米にした方がいいか。した方がいい。風が吹いてくる。吹き柱あるから。ややこしい。どうにした？やっぱり。柱やカモイの傾きやひねりがあり。さらに新しい建具も入る場所なので収まりが少しややこしいです。斜めのカットはやはり押し切りが有利ですね。角度によっては安全カバーが上手に開いてくれない時があります。仕方ないので悪いことをします。うん、違うね。見える箇所のみがぴったり合うように中だけを削って逃げの仕事をします。逃げだとか遊びなどと言ったりもします。数年後に狂いが生じることを想定してあえて隙間を空ける時もあります。50打てるとどんなことができますか？これ見つけから打てるね。さあ戻って、最近効くね。窓台を入れます。縦の部材は横の部材よりも厚みを2ミリほど大きく作ってあります。縦部材が勝つので大工用語では縦勝ちに収めると言います。ピンネイルはこのように簡単に曲がるので手を添えるときは気をつけてください。ちょっと空いています。柱がひねっているので隙間が開いてしまいました。ビスで留めると木が割れてしまうので、くさびを入れて固定することにします。
壁下地専攻であればこのような作業は必要ありません。この場合、上から差し込むのが正解ですね。リフォームの場合、何かが飛び出ていたりして、その都度それらを取り除く作業が発生します。曲がりや傾きも直しながら進めていきます。もう一箇所の窓も四方ぐるりと枠を回していきます。真ん中の柱が地盤沈下で大きく下がっています。チョークで直線の墨を出してみました。折れてるね、これ24mm、 こっちは 22mm、 向こうはこっちは 15mm。 こんな感じでいいじゃないかな。この場合、まっすぐ取り付けると正面から見た時、左右の違いがはっきり分かってしまいます。それをごまかすために、違和感のない範囲で少し湾曲に取り付けます。ここは既存の建具が収まるように壁の内側に枠を取り付けます。2部屋の計8箇所の開口部に化粧合板が差し込める溝をついた見切り材を取り付けました。無理位置ってんだもん、故障しても体交換できなくなる。クロスだけ貼らないでいいよっていうのは分かるんだけど、このまま壁作っていいよっていうのはちょっと何回前から来るよ。いやでもいくら節算がいいって言ったとしても、そうだね、あ、猫歩いてるわ。このうち年数が古いので、とにかく柱が曲がっています。柱の傾きよりも、ひねりや曲がりの方がリフォームでは厄介です。壁の下地工事、開始です。
け持ってきた。この引き違い度は片引きにするので壁を作ることにしました。今回は壁に下地の墨をつけないで作業します。墨通りに下地を打てるとは限らないからです。その場その場で取り付けやすい位置にバランスよく3を打っていきます。メジャーと目で通りを見ながら下地を打ちます。今回の壁下地工事は土壁を壊さないことが前提です。土壁を壊す作業は時間と労力を大きく消費するので、解体工事を一切せずに工事を進めることを優先します。この間に入れているのはフローリング材の切れ端です。後でボンドとビスで調整します。和室の化粧柱には背割りが入っているので、年月が経つと柱の片側が広がっていきます。変形が大きい箇所は部分的に電気カンナーで削って調整します。削るの偉いから、ニスのところ削るわね。時にこぼれちゃう。6ミリか。既存の窓台が手前に6ミリ膨らんでいます。よって既存の窓台の下で下地を渡すことにします。あまり良い仕事ではありませんが、時間を優先したいと思います。
天井や床との境目のラインが直線でないと目立ってしまいます。ごまかしが効かない箇所はできるだけまっすぐにします。糸を張って通りを見ます。残念ながら木材が若干足りないのと、エアコンの処置をどうするか考え直したく、この日は閉店しました。朝一番に施主様とエアコンについて再度話し合いをしました。だいぶ古いエアコンなので再利用はせず撤去することになりました。強制冷房をかけポンプダウンします。エアコンの中や配管内に残った冷媒ガスを室外機に回収して閉じ込めます。だいぶ古いですが普通に機能しています。貸し屋の大家さんにとってエアコン完備は借り手を探す上で有利な条件です。壁に埋まってしまったとしても残しておきたいという施主様の気持ちもわかります。ですが何かあった時のリスクは大きいため撤去させてもらいます。室外機は片側だけが重いです。左右のバランスが悪いので重く感じます。工事着手前の予定では壁見切りと下地は2日で終わらせる計算でしたが1日遅れてしまいました。広瀬さんを2個、うん、見通しが甘かったです。一つだけ言いたいのはこちらの施主様は大家さんという立場上できるだけ金額を抑えたいというご希望をお持ちでしたが、私たちの提案やアドバイスなどは快く受け入れてくださいました。施主様の希望をどうやったら実現できるのか、いい方法があるのか、時にはプロとして施主様の意向に反することも言わなきゃいけないこともあります。そこがめっちゃ膨らんでる。これか、うん、最後に全ての面の壁の通りを直します。こちらの部屋は畳からあえて少し隙間を空けて下地をします。下地を留める箇所がありません。捨て木を抱かせて吊るようにして通りを見て固定します。キックボックスした時にこうやって足切るでね。
こちらの窓は曲がり方がそれほどきつくないので、下地を窓台の真下に上げることにしました。ここが飛び出ているから。そう、だからちょっとここからこうひねっとるよね、多分、木が。仮固定だった窓台にコーキングで固定します。築年数も経っているので、柱の狂いや傾きに少し苦労しましたが、壁の下地が無事終わりました。次回、昭和30年代に建てられた古民家のリフォーム。いよいよ完成です。